ここは辰の口から上がった砂の川朝岸中寮線ですね。鬼に出たとこです。この時期はもう雪の降る、最後の天気ということで、こうしちゃいられないと言って今日もいそいそ出かけてきました。まあ半日はちゃんと仕事をしてきましたけどもね。ここから山伏の方、山伏山まで行ってみるか。まあのんびり、この空気を楽しみたいと思います。その辺に取り忘れたキノコでもあればな。これはまあこの道も全然必要なくなったよな。あれでもね、小林幹雄さんの時か。この道は何のために切ったんだっていう、ゴミ捨て場になっちゃって、大型の廃棄物を捨てる場所になったようです。やっぱり道ができれば上がってきます。人間は人が見てなければ何でも投げて捨てるという、この下なんて下根の合ってると思いますが、ね、堂々とこの道の横に耕運機を捨ててやったのも最初の頃あったけど、自分の玄関がきれいになっていればいいという、そうやね、ダメだこっちょ。夕方から天気が悪くなるってんだっけかな。まあ明日は冬型になるという安倍で、こっちの下部はもうスタッドレスを履いてあるんで、雪が降るのが楽しみです。あれここだったかな、なんかキノコが、こっちからの景色ってなかなか見ねえすけ、あれなんだよな、あっこがいか。あこっすら見えるのが、あれが消防の誰かな、アンテナのどこの、何言ったかな、中継所リピーターでアンテナが壊れるんだね。やっぱり眠くなったな。朝の早くから起きてるんだお前、いつに行ってなんだなんて言われるぐらい、昼と夜が、昼間に行ってるでんだね。なるべくここのとこ昼寝をしない練習をしてるんだけど、昼寝をしない練習だってな。
ここ昔来た時はキノコがあったんだよ。ここがね、あ、これ常ミニの裏になるんだ、これ常ミニ。これ入ってよっか。これ道があるぞ。ちょっと行ってみるか。これ常ミニの裏だな。これケノコ車でバイクで言われるの。キノコ道があるんだ。何この道。おい、まだ何言ってんの。すぐ行き止まりじゃないか。何のための道なんだこれ。やっぱりこの植林杉の木を行ったんかな。しかしさらがな、このカーブってはいるのか入らないといいや。そっけのが入ってこらんねえもんや。ああ、これ便利な砂もんだて。あれが何？学校か。あれが小学校だもんな。これが常ミニか。あれが小学校だっけ。あそこ、これいつもくっつける常ミニだ。ということは実機。はい、郡山の裏来たか。郡山の裏だもんな。そこから、あそこから常ミニなんてもね、すぐそこだね。かさ、こっちから来た方がいい。こっちから来て、こっちから来て常ミニに来れば、どこら辺まで行かれるか。ここが泊まるのあれだもんな。泊まるから来たとこの、この間来てここから行かんねんだっけかな。ここの、あ、すげえ、まだ通ってもいいやんだこれ。通行注意ぐらいだったら、ここは初めて通るな。まあ通
通る必要もねっけか。気になっていた。雨水に行くのここだけか。うわ、本当に落石だ。ああ、それでも車が通った跡があるわ。誰か釣った通らんだ。他の子。結構木だらけだな。ここに道があるってことは、田んぼがなんか、これ田んぼがあったんか。そうだな、この言い方。昔の人はここを通って峠越えしていたんかな、来たんだんかな、これ。広くなったの。